これから第1週第4回の講座を始めます第4回の講座は効率品質顧客満足とは一体何なのかについてお話ししていきます前回の第3回目の講座ではそもそもサービスとは一体何なのかについてモデルを使って説明しましたその時に私はサービス産業の現場には 提供作業およびお客様の要求事項の2つがありお客様の要求に応えた提供作業がサービスであるというふうに説明いたしましたで、要求されてない作業は無駄であり逆に要求はあるんだけど提供されていない作業は今度機械損失になるということも説明いたしましたで、しかしサービス産業における労働生産性を上げていこうという,ふうに思ったときには実は言うとこの無駄 機械損失サービスという概念だけでは不十分でありもっと例えば効率とは一体何なのか品質とは一体何なのかお客様の満足とは一体何なのかということも併せて定義できなければやはり具体的な方法論でサービス産業の現場の改革を行っていくということができないということは当然のことであります。 で我々はしばしば現場で効率化しなさいと、もっと効率的に働きなさい、などということを一般的に声を掛け合っております。で、効率とは、投入された資源がどれだけ有効活用されたのか、その割合が効率であるというふうに言われております。投入された資源が少なければ良いということではなく、むしろ投入された資源が有効に活用されたかどうかが、まあ、効率の非常に重要な定義であるということが言えるわけであります。 でもし効率の定義が投入された資源が有効活用された割合であるというふうに考えますと提供された作業の中に占めるサービスの割合が効率であるとより多くのサービスが無駄なく提供作業の中で占めていればあの現場は効率的であると逆にもしその要求に対してほとんど答えきれていないような作業がたくさん提供されていれば 逆にその現場は効率的ではないとこのモデルの上でいけばこの提供作業の中に占めるサービスの割合がまあ効率であるということが言えるということでありますでもう一方品質とは一体何なのかこの品質とは要求事項を満たす程度を言うと定義されておりますつまり品質とはお客様の要求をどれだけ満たしているか 別にこの豪華にする立派に見せるもしくはより高い値段で売れるような商品サービスを作っていくっていうことではないとでつまりお客様の要求を満たせば品質が高いと言えるとで逆にお客様の要求を満たさなければ品質は低いということが言えるとでもし一見高価に見えるマグロのトロに対して例えばマグロの赤身 でなんとなく私たちはトロの方が品質が高いというふうに考えてしまいがちとなりますけど実は言うとこの ISO の,の品質の定義に従えば赤身がトロに比べて品質が低いということとはならないということが分かっていただけるんではないかというふうに思います。でももししお客様がが赤身を求めていいれれれば、ば、そそこで提供さののサービスの品質は低いと。 いうことになりますしでもし逆に赤みを求めているところ赤みを提供することができればその品質は高いということが言えるということが分かっていただけるのではないかというふうに思いますで、つまりここで言っております品質とは要求事項に対して提供作業がどれだけ応えたかと で要求事項に対してしっかり答えれば品質が高いと要求事項に答えられなければ、まあ、品質が低いとでつまりもし今後現場で品質を上げる議論していった場合にはお客様の要求ということが前提になっていくことが、まあ、あの分かっていただけるのではないかというふうに思います。で一方このの品質といううう言葉と同じよににに非常に抽象的に使ってしまうお客様の満足 という言葉もやはりりりしっかりと定義すするる必要がああわけであります一般的には事前期待に応えていくこととがお客様の満足であるとつまりもし事前期待が高ければお客さんの満足を上げていくっていうことが大変であ,のありますしでもしそのお客様の満足に応えられるようなサービスを提供するだけでなくお客様が要求した以上もしくはお客様が期待した以上のサービスを現場で提供することができればお客様は感動する。 お客様が喜ぶと満足する以上のあの結果をお客様が持つということが言えるわけであります逆にお客様が要求しているのにお客様が期待しているにもかかわらずその 期待のレベル、要求のレベルにサービスの内容が追いつくことができなければお客様は怒ってしまうでつまり顧客満足の定義要求のレベル期待のレベルに応えていくっていうことがお客様の満足を与えていくっていうこの定義と基本的には同じであるということが分かっていただけるんではないかというふうに思います。 それに考えた時に品質およびこのお客様の満足というものが同じ定義として使え同じ意味として使えることになることを分かっていただけるかというふうに思いますのでこの定義に従えばあくまでも提供作業の内容とお客様の求めていることもしくはその期待していることの中のそれぞれが満たしている割合が非常に大事になっていくということが言えるということであります。